カドミウム。カドミウムは原子番号48の金属元素である。元素記号は CD で、いわゆる亜鉛属元素の一つ。安定な六方細密充填構造、HCP を取る。融点は320.9。科学的挙動は亜鉛と非常によく似ており、常に亜鉛鉱と一緒に産出する亜鉛鉱に含まれているため亜鉛精錬の際、回収されている。 軟金属である。カドミウムは人体にとって有害、腎臓機能に障害が生じ、それにより骨が侵されるで、日本ではカドミウムによる環境汚染で発生した大体遺体病が問題となった。また、カドミウムとその化合物は、風の歌舞伎館 e a r クより人に対して発言性があるとグループ1勧告されている。ホタテ貝の中長線。 ウロにはカドミウムが蓄積することが知られている。銀白色の柔らかく、天性に富む金属であり、比較的錆びにくく美しい金属光沢を持つが、湿気の多い空気中では徐々に酸化され、灰色になり、光沢を失う。塩酸及び気流酸などとは徐々に反応し無色の2価の水和カドミウムイオンを生成する。薄いアルカリ水溶液とはほとんど反応しない。 2価の水はカドミウムイオン CDAQ は多少加水分解して極めて弱い酸性 PKA イコール10.2を示すがその程度はよりイオン半径の小さいアエンイオン ZNAQ より低いカドミウムイオンはハサー不足では中程度のルイス酸として分類され溶化物イオンなどハロゲン化物イオン及びアンモニアなどと削体を作りやすいは 金属元素としては水銀及びアルカリ金属に次いで低く、従って蒸気圧が比較的高く、カドミウム蒸気は有毒である。ウッド合金の成分材料、顔料、カドミウムイエローレッドオレンジ等、二次電池、日火土電池の電極など様々な工業製品に利用されているほか、中性子を吸収する性質から原子炉の制御用材料にも使われている。 カドミウムは、メッキ材料として、自動車関連業界で古くから用いられてきた。メッキが均質で、亜鉛よりはやや小さい音化傾向を持ち、犠牲電極として、良好な性質を持つからである。また、潤滑油との馴染みが良く、焼け付きを防ぐ性質がある。やや、黄色味がかったメッキは1960年代までの、アメリカ社のエンジンルームでよく見られるものである。述するが、 近年は、毒性が懸念されて利用が忌避される傾向が強い。一般に、原子化、酸化数は2価が安定であるが、稀に、不安定な1価、CD 状態を取ることもある。塩化物及び、硫酸塩など、強酸の塩は、一般的に無色のものが多く水溶性であるが、カルコゲンとの化合物有色であることが、多く極めて難溶性である。カドミウムは人体に、 体重 1kg あたり約 0.7mg 含まれると見積もられている。カドミウムは多くの生物種において蓄積性が見られ、人では体内に約30年間残留すると言われている。したがって一度カドミウムに暴露されると長期間その毒性にさらされる危険性がある。さらに亜鉛と同族元素であるために生体内での挙動も類似しており、 カドミウム除去の際に、生体に必須な亜鉛をも除去してしまう可能性がある。カドミウムの毒性については、骨や関節が脆弱となる、痛い痛い病が大きな社会問題となった。さらに、慢性毒性では、排気種、腎障害、タンパク尿が見られる。腎障害では、糸球体ではなく、尿細管が障害を受けると言われている。また、 カドミウムは発がん性物質としても知られている。これらの毒性の一部は、亜鉛と粒子の生体内挙動を示すことから、亜鉛岩有効素の働きを乱すことによるものと考えられる。これらの毒性に対する生体側の防御として、金属結合性タンパク質のメタロチオネーンが誘導され、カドミウムを分子内に取り込み毒性を軽減している。 カドミウムは亜鉛に伴って産出するため、抗害への関心が薄かった時代には、亜鉛の精錬過程で環境に放出され、精錬所の下流域の土壌に蓄積された。土壌中のカドミウムは、土壌の pH が中性からアルカリ性ではないようであるため吸収されにくいが、土壌の酸化条件により、イオンとして溶出し農作物に吸収、蓄積される。 日本国内の土壌は大半が中性から酸性であるためカドミウムの溶け出しやすい環境であり、このため食物はカドミウムによる汚染を受けやすい状況にある。日本人は食事によって1日あたり26マイクログラム摂取していると見積もられている。米をはじめとして食物には含有基準が設けられており、基準値以上のカドミウムを含む農作物は販売することができない。 食品衛生法上では玄米において 1ppm と規定され、これを超過したものはすべて焼却処分となっている。また、食料貯通脱により、玄米中 0.4ppm 以上の検出がされた米については、食用にされずすべて工業用に利用されていることになっているが、2008年に発覚した汚染米問題で明らかになったように、 海苔原料には小麦粉が用いられており前の工業用用途は確認されていない。なお、各国の含有基準は台湾 0.5ppm、韓国、中国、EU0.2ppm、大オーストラリア 0.1ppm、平成18年7月に開催されたコーデックス委員会総会において、 国際基準が精米中 0.4mgkg とされた。国立がん研究センターによると、食品に含まれるカドミウムの長期摂取と癌発症のリスクに明確な関連が見られないことが分かった。研究では、9府県の男女約9万人を対象に、喫煙や飲酒など、他のリスクを除いて、カドミウムの摂取量と癌の発症を調べたところ、 相関関係は見られなかった。理由として、食品に含まれるカドミウムの量が少ないことと、吸入ではなく摂取であることが考えられている。欧州では、カドミウムの人体への蓄積を防ぐため、カドミウムを含む製品の製造、輸入に関して、ROHS として知られる、厳しい制限を課している。2001年、ソニーコンピュータエンターテインメントは、オランダ政府より、 ゲーム機 PS1 の周辺機器から基準値を超えるカドミウムを検出したとして対応策を求められた。配線の赤いビニール被覆の顔料にカドミウムが用いられていたのが原因である。ソニーコンピュータエンタテインメントは欧州全域で100億円以上の費用を投入し、製品の回収と対策品の置き換えを余儀なくされた。この出来事は 世界の電気部品メーカーに強いショックを与え、工業製品の生産現場からカドミウム離れが起こった。前後して、市販の二次電池も不極に水酸化カドミウム CDOH を使用するニッケルカドミウム蓄電池、いわゆるニッカド電池からより大容量価値カドミウムを使わないニッケル、水素蓄電池、チウームイオン二次電池への転換が進められている。 1817年にドイツの科学者フリードリッシュトロマイヤーによってヒシアエンコー、炭酸アエンから不純物として発見された。名前はギリシャ語でヒシアエンコーを意味するカドメア、キャドミアが由来。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。